はい、どうもピコスヤです。ひろみちです。ゆうせいです。はい、よいしょー。3回連続、はい、3人で、やって、でどうですかね、過去2回のあの動画、再生回数伸びてますかね。どうですかね。伸びてた場合、これまいちゃんいなくても大丈夫ということがついに立証されるんじゃないかなと思うので、逆にでも再生回数回ってなかったらすごい、まあ これを見てる俺らが一番怖いっていう状況になるんで、ちょっと今回伸びるやつ持ってくるし、伸びるやつということで、今回のテーマは、はい、東山高校についてー。京都の、はい、強豪東山について。東山って対戦はあんまりしたことないか。ないな。でも俺あの西洋グラウンドで行かれる鎌田大地多分一瞬マッチアップ勝ったよな多分。あの当時のクルーにしちゃうすごい。はい、東山高校についてなんですけども、出身のサッカー選手でいうと、皆さんご存知の通り、ヤクルトの鎌田大地選手、ヨーロッパリーグ優勝して、おお、すごいな。俺らと同い年だね。そう、同い年だね。あとは直近で言うと、湘南ベルマーレの池田正樹選手。池田正樹選手。現役で東山にいる坂田礼也選手とか、来シーズン、セレッソ巻いて、ああ、そうなんや。もう決まってるから。すごいな。あとはあのこれ言いたいんやけど、あの花金カップルの達也。おっ花金カップルの達也ね。めっちゃ好きで。ああ、好き。なるほど。よう言ってるよ。俺らの多分1個下とかやね。実は東山高校のサッカー流れてるコラボ動画。達也くんお願いします。無理です。達也くん実績としては選手権は4回。おお、えお、そん逆に俺もっと出てると思う。まあ去年はベスト8、今年めちゃくちゃ強いって聞いてたもん。高校選抜に2年生何人か3人入ったりして。2年生すげえな。今シーズン注目やね。高校で、そんな東山高校について3点まとめてきたので、さすがです。さすが。はい、一つ目なんですけど、高校の環境について。環境がめちゃくちゃいいなと思って調べたりとか聞いてる中で思ってて、2020年度に新しくトレーニングルーム、寮であったり食堂が全てこう、新しくなって、それを見てほしいんやけど。トレーニングルーム、これあれやん、エニタイムより揃ってるやん。エニタイムです。で寮が一人部屋、これからの時代は一人部屋やっていうのを監督がマジで考えがあって、かつ風呂とトイレ別なの。もやセパレートセパレートやん。普通に大学生で一人暮らししたいぐらいの。めちゃめちゃ綺麗やな。めちゃくちゃ綺麗やん。自炊する人用の共用キッチンとかもある。うわ何自炊する人よって。何だろうか。で、風呂もさ、めちゃくちゃ綺麗。めっちゃすごい風呂。風呂めっちゃすごい。大浴場めっちゃ綺麗やん。ご飯とか味噌汁か、なんかパンとかもなんかおかわり自由。すげえ。すごい自由。これすげえわ。すごいな。声量も一人部屋にしてたりとか、結構他のね強豪校より背筋整ってるって言ったけど。これはちょっと、ちょっとレベル違う。ちょっと、抜いてるな。トイレ、風呂がその自分の部屋にセパレートであるっていうのもなかなかない。なかなかないな。それはもうだから本当にここ最近にできたってことだよな。でもこれまではなんか畳の部屋で2人部屋とか。ちょっとだいぶランダム。間ないやん。間5個ぐらいないやん。飛ばしたな。だいぶ飛ばしたよ。あとは、まあその人工芝のグラウンドで、周りに陸上トラックとか。栄養士がついてる。あ、専属のカーブに対して、行政も含めてその通いの人たちに対しても何食べたらいいとか、どうやったらコンディションを整えるとかもそういうサポートをしてくれる。それはすごい。それはすごい。いいね。行政だけじゃないの、全寮制じゃないから、そういう意味ではなんか俺らもそういうのあったらよかったな。確かに。なんか専属のトレーナーとかおったけど、だからそうそう、栄養士はおらんかった。東山高校で男子校やね。あ、そうか。文化祭にはすごい女の人が来るらしい。あ、男子を求めた女子たちが来るらしい。2点目なんですけど、はい、サッカー部の規則について。おお、規則ね。はいはいはい。サッカーノートをこうみんな練習試合あったら書く。おお、そうなんや。声量とかあったっけ。なかった。本田圭佑選手とかはなんか
あのサッカーノートをこんなめちゃくちゃ書いてるみたいなあったけど、俺らは別に強制的なサッカーノートあの書いてとかもなかった。なかったな。だから小学校ぐらい書いたことない。うわ小学校でも薄い内容書いてさ、そうそうそう、コートだけ綺麗に書くとかやってたよ。で練習メニューとかやってた。それだけじゃなくて週1回監督に提出して監督からもしっかりフィードバック。あ、それめっちゃええな。全体的に指導を受けてるだけでマンツーマンで指導を受けるってことってなかなかないやん。選手からしてもやっぱ監督とかコーチが決めるっていう意味ではどう思ってもらってるのかとか、そういうのってやっぱ直接聞けるってすごいありがたいことやな。そこから改善もできる。そう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 。ただなんか中にはそのフィードバックというか記載内容が薄い人がわーあったりとか、もうあんまり3位だけの人がもあったりとかして、そういう時はあの走りどういうこと？監督の機嫌が、そういうことね。そのフィードバックの量によって、あ、今日監督機嫌悪いな、やばい走りやな。それめちゃくちゃおもろいな。3つ目なんですけど、はい、やっぱり鎌田大地。やっぱり鎌田大地。東山って言ったら、鎌田大地。ああ、そうやね。練習試合した時とかも、鎌田大地、結構印象あるよ。俺はごめん、あんまりその選手覚えれんかったけど、周りはめちゃめちゃ言っとったし、あのこいつはマジでやばい。大学サッカー部の同期に、東山どんな高校やったって聞いて、あ、逆にね、どういう特徴あったみたいに聞いたら、東山は鎌田や。特徴とかじゃなかった。東山イコール鎌田。鎌田高校やった。鎌田高校高2の時にプリンス得点を。おお、あ、まあすごいな。トッテナムから練習参加のオファーとか来たりしてました。あ、そうなん。トッテナム。トッテナムが。それこそさ、今ちょうど鎌田大地トッテナムなんか奇跡話みたいな。なんかされてるな。お前まさかそれ伏線回収になっちゃう。長年をかけて。長年がずっと追ってる。ほぼワンピースなっちゃう。じゃあ本物絶対強いなるし、あんだけ説明を整ってきたら。行きたい人も多いだろうし、今聞いたらやっぱり関西の出身の人とかがほとんどだから、あんまりこうじゃあ九州とか、関東とかからあんまり来へんみたいな聞いてたけど、多分これから量もあんなしっかりして選択肢の一つとして全部から集まってくる。そうね、親が推薦しそうだ。俺やったらちょっと京都も行きたいしみたいな、環境もいいやったら行けみたいな、どうどうって提供したんだろう。でそれ試合見るついでに観光して、ついでに観光して、今後もやっぱ俺らはこうね、あの同志社大学って京都のところも出たし、やっぱ京都の高校とかね、どんどんこう発信していきたいなと思いますんで、今後の皆さんぜひ東山をよろしくお願いします。鎌田さん何かあったらコメント。ということでありがとうございます。試合終了。京都といえばやっぱり東山と立花、二強やな、二強やんかって言ってたし、ここどうなみたいな話だったけど、やっぱり練習試合とか全然せえへんらしい。そうなんですよ。なだあるやな、やっぱあるやろな、お互い手の内見せないから。そう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 、特に今日同じ俺ら以上にあるかも。俺と俺は土日じゃないかもしれない、花金カップの効果で。いやだから多分その花金の達也くんも東山になんかこう行って何かするとか、はい、あんまり公表してないもんな。あ、そう、東山とか達也くん大好きやもん。大好き、めっちゃいい男やな。いい男やな。俺も実はちょいちょい見るやけど、もういい男や。なこなこはや。レボローター買ってもうた。お前はまだ買ってねえか。スピードンかっこいいよ。買わないと思ってない。いいよ。